こんにちは、浜田剛です浜田さん、那須川天心選手のデビュー戦が有明アリーナで行われました対戦相手は沖縄出身で日本バンタム級に位、与那羽祐希選手でした結果は那須川選手が見事勝利しました浜田さんが会場入りしてから見ていたリング上に上がるまでの那須川天心選手の様子はどうでしたか、えー まず試合予定が6時15分だったもんですから、えー、3時ごろ入る予定がただ3時になるとお客さんが会場するとお客さんが入ってくるということで2時半に会場入りしましたそして、えー、リングの中をチェックするために、えー、リング上で10分間ぐらい動きましたかね。 えー、飛んだり跳ねたりそれで、えー、シャドーをしてシャドーボクシングして、えー、ロープのおー強さが、まあ、ロープの針がどれぐらいかあ四方全部のロープをおー回ってそしてマットの柔らかさがどれぐらいかということで10分まあもう少し動きましたかね、えー、3時前ぐらいまでやりましたからそれで、えー、控室に戻って。 えー、少し雑談して、えーまあ、本人は試合時間のこと、そんなに気にしなくてですね、えー、すぐにでもウォーミングアップ,ーーアップをやりたいということでしたけど、まあ、トレーナーたちから、また早いぞと言うんで、えー、ちょっと休んどけよと言、えー、って、えー、それからあちょっと時間かけて、あのマッサージ、えー、やったですね。そして、えーまあ バンデージ巻く前、えー、からですか、えー、動き出して、えー、まず縄跳びジムでやる状況の普通通りに縄跳飛び跳んでそして、えー、シャドーボクシングすると、えー、そして、えー、まあその時はもうバンデージも巻いてますから、えー、ミット打ちをですね結構長い時間、うん、やりましたね。 その時にですねやっぱり随分、えーまあ、時代が変わったのかなという感じで随分やっぱり、えー、明るい表情だったですよね、えー、サンドあミット打ちながらそして自分のいいパンチを打ったと思ったときには声を出してですね、えー、どうだ見たかというふうな表情で。 ま,あまだラウンド中ですけどそし,た、えー、そして、えー、スタッフのおみんなの動揺を求めると、まあ、みんなが「あいいよ」ということで拍手するとまた本人もそのままあ調子出しながらあミットを打つと、えー、それで,で今度はミット終わるとですね一人でまたシャドーボクシングをしながらそうするとお、まあ、音楽はかかってないわけです,ですけど。 まあ、音楽に乗ったような状態で、えー、柔軟性を生かしたシャドーボクシングそして、えー、自分のパンチで相手が倒れたイメージもしながらそして倒した後には手を上げる、まあ、あそういった、うんまあ、想像というんですかね、えー、倒した後の 手の開け方、みんなの声に応えるというようなそこまでやるとまたスタッフトレーナーたちがまあみんな笑いながらですね、えー、本当に明るく楽しくこれからまあ、旅行にでも行くんじゃないかと思うような嬉しそうな本当表情だったですね。それれで、が、あれ 僕は緊張すするるのののかなどうのこうこって言い始めるんです緊張はした方がいいんだと言ったらそうですかとまあ本当今風な青年だという感じはしましたねそしてその流れで、えー、グローブつけて、えー、リングに上がると、えー、だん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 表情は厳しくなりますけど本当早くリングに上がりたい、えー、嬉しくて今,で今にでも 飛び出していきたいまああのドアの外には係、まあの人が、えー「あと何分です」というふうに言いに来るわけですけどもうすぐにでも会場入りしたいあのリングに上がりたいという本当まあ,あ今までにはあんまりそういう光景というのは見たことないですよね。 まあ楽しそうでうれしそうで、えーまあ、これから本当にいい試合するのかと思う表情には見えないようなまあ,あい,い,いい盛り上がり方だったですね試合の結果は判定でしたが浜田さんから見た試合の流れを教えてください。まああの元々 相手のボクシングも私はあ視野を見ていてそして那須川天心の練習もおまあ見ているわけですから予想通りというかですね相手がガンガン前に出てくるとそれをかわしながらあ右サイドお、まあ、ほとんど右サイドに動きながらやったわけですけど、えー、そうですね闘、あのー、牛と闘牛士のような感じで相手に突っ込ましながら。 体を入れ替えながらという流れが随分続いたかと、それで、えー、控室でやっ,てやったこと、その前にジムでトレーニングしたこと、本当スムーズに出ていたですね、まあ、左のボディアッパー、そして左のストレート。 えー、そ,そこに行くまでにはまた右のまっすぐからリズムを取りながら相手が突っ込んできてその仮にまっすぐ下がったらロープ際で相手に、えー、打たした瞬間にまたくるりと回るとまあ,あ予想はし,、えー、してはいましたけどまあ本当予想通りにできたんでそういった面ではびっくりしましたね。 採点、まあ、からするとお6ラウンドで2人のジャッジが7ポイント1人が5ポイント採点、えーまあ、は一方的な採点じゃなかかったかと思います須川選手がダウンを取った後見ている人は KO が出るのではと期待が膨らんだと思いますが濱田さんも期待していましたか、えー、そうですね、あのー 私は、まあ、両方のタイプ分かるんで、えー、そう簡単に KO できるというふうに最初からあ思ってはなかったですね、えーまあ、ダウン取った時の本当抜群のタイミングですよね相手が突っ込んできたところを右フックで、えー、引っ掛けて、えー、ダウン取るとおじゃあその後おどうするかというと、まあ、4ラウンド目に 今度はロープに詰めて、えー、相手が聞いたところに連打するというパターンはありましたけどそこでもう一押しできればダウン取れたかというふうなまあ,あ少し、えー、欲張るところはありましたけど、えー、まあただあ試合する前から与那君に決まってそのお選手のタイプを見ると、うん、まあ そう簡単ではないだろうというふうに思っておりましたけど、えー、ほぼ打たさずに、えー、フルラウンドを取ったということに関してはまあ,あ予想通りできたと、まあ、みんな期待されるとその期待が主になる場合あるわけですけどその期待がほんとバネになるというかですね期待されれば嬉しくてまた 期待通りですからあ今回判定ではありましたけど、まあ、考えてみれば今日がボクシングのデビュー戦そして相手はあ日本の2位ですからその2位の相手に対してテクニックで、えーまあ、完全に翻弄したというところからすると。 まああノッカーとに近いだけのまあ評価はできるんじゃないかというふうに思いました。今後の那須川天心選手の戦いは日本チャンピオン、東洋チャンピオンと続くと見ていいのでしょうか。まあ順番からするとそういうふうになると思います。まああナスカワ天心の練習を見ているとですね、本当飲み込みが早くて。 えー、伸び方が早いんですねでそれから考えると一つ,一つ一つのタイトル取るにはそんなに時間はかからないんじゃないかというふうに思うところがありますただやっぱり相手があることですからあその予定通り順番通り行くとは限らないと思いますまあ,あ本人の目標である世界チャンピオンまあ,あ実際にですね 世界タイトルを取る能力を持ったあ才能のある選手ですから、えー、そのためにはキャリアと経験が必要になると思いますまあですからあ記録にこだわって急ぐ必要はないというふうに思います那須川天心選手の今後の活躍を心待ちにしていますありがとうございましたありがとうございました